香港チャンネル。ついにですね、はい、鬼滅の刃が、のアニメが第2シーズンが始まるということで、やったー。ようやく、はい、あの無限列車の続きが始まるということで、ああそう、はい、列車乗って終点に着いたの、はい、終点途中下車、途中下車です。一回あのまたあの帰ってきます。あ、はい、俺も全く分からへんから、もう教えて教えて、はい、次、遊郭編ということで、あ、まあ、遊郭を舞台に繰り広げられる鬼との戦いなんですけど、遊郭っていうのはあれですか、昔の江戸時代、吉原とか、はい、あの大阪で富田、はい、新地とか、あ、なるほどね、はい、ほうにあった、まあ、あ、なんとなく、ね、なんとなく分かった。それでなんか揉めてんのに、それで揉めてるんですよ。遊郭を子供にどう説明したらいいんだとか、うん、うん、なんか、いや、そういう時代がございましたってしゃあけど、うん、昔石器時代とか縄文時代とかあったことと一緒やねんから、うんうん、いいんちゃうのね。え、うん、でもこう、あれやん、攻めるね。作者作、そうですね、うん、うん、何か持ってはるんじゃん、そういうことを。その、あの、今の世の中に、うん、何やろな、お前らもっと議論せえと、はいはい、考えろっていう。うん、おう、なんか、いいね。うん、はい、うん。まあ、全然別に、その、そこに遊郭で働く、まあ、遊女がどうやとかっていう話はないんですけど、うん、まあ、単純に遊郭で、が、まあ、舞台みたいな感じで。うん。ほんとは、吉原炎上とか、うん、あれ、テレビとかでも、やばれへんよ、なんのかいな。ねえ、そこはね、全然いいと思うんですけどね。やっぱりそういうのは、何やろうね、絵も悪いも遺産ですから、うん、そういう歴史があって、うん、未来を変えていこうっていうこと、うん、ね、過去は変えられないけど、うん、過去を変えれるって言うた人おったけど、はいはい、いや、過去変えられへんって、第二次世界大戦を、はい、あの美談にできひんから。はいはい、うんうん、っていうね、まあ、うん、バカ野郎言いましたね。だからそれを、うん、あの教訓として未来は変えれると、うん、未来は変えれないって、いや未来変えれるってね、うん、もっぺん出直してやってて、拍手してください。某大学のね、スピーチでね、はい、もうまたこんなん言うたら、これね、あの、うん、ちょっと前は、まあ、そんなんで、だからそれが遊郭が、はい、だけどそういうのはね、あの、うん、なりわいとしてた人も家におってんから、うん、まあ、当時のね、うん、その江戸時代の文化とか風習をね、まあ、っていう意味ではね、全然、そうそうそう、でも、うん、だから大正の話なんですよ、それ。これは、鬼滅は大正ですね。そうですね、はい。だからそういうのはもう仕方がない時代中が、仕方がない中、その時は OK やってんから。はいはい、ね、うん、法律も変わるやん、うんうん、だからそういうことやから、それをね、どうやって子供に見せたら、だから親が放棄してんの、うんうん、いや説明したらええねん、はい、うん、説明責任せえや、うん、人には言うくせにね、うん、説明責任説明責任って、はい、説明したらええねん、ただそれだけや、つまらんですね。あ、鬼滅はつまらんことない、鬼滅はないです。その遊郭にどうこう言うやつらがつまらんってことですね。つまらん、あ、そんなもん、うん、ああ、そんなら、その職業についてた人を、うん、ね、お前らは差別してんのかっていう話や、うんうん、それはそれをなりわいにして生活してて、でそれは法律としても OK やってんから、うん、なんら問題ないやないかいということでございますよ、ほんまに。まあ親がしつけをせえへんっていうね、世の中になってるから、だからこれがね、あのほんまに、ね、デジタル化みたいなのが、うん、なんか嫌やなとか思いますね、うん、だから俺攻める作者やね、余計好きになったな。はい、はいはい、ぜひども、ぜひどうも、あの期待してますんで、はいはい、もう炭治郎頑張ってください。いろんな柱出てくるんですよ、ね、そうですね、また出てきますね、ね、はい、ほんまに。なんか俺もなんかキャラで書いて、もう鬼でもええし柱でもええからな。そうですね、なんか海沿いにおる柱、貝柱。ぜひとも、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。